FK ベンツピルスはラトビアベンツピルスに本拠地を置くサッカークラブである。2017シーズンはビルスリーガに在籍している。日本人選手としては柴村直也、佐藤城、加藤康弘、斉藤陽介が在籍経験がある。バルト海沿岸の都市ベンツピルスの人口は4.3万人だが、ラトビアで6番目に大きな都市である。 ビルスリーガでは2006年、2007年、2008年、2011年の4回、ラトビアスカウスでは2003年、2004年、2005年、2011年の4回、優勝している。ベンツピルス氏における民族構成は、ラトビア人が47%、ロシア人が36%、ウクライナ人とベラルーシ人が5%だが、ベンツピルスの サポータークラブはメンバーの大多数がロシア人である。ラトビアの首都リガではスコント FC に対抗するクラブとしてベンツピルスの人気が高い。チームのマスコットキャラクターは大山猫。1997年ベンツピルスにある2つのサッカークラブ FK ベンタと FK ナフタが合併して FK ベンツピルスが誕生した。FK ベンタは1960年代に ラトビアサッカーを牽引したクラブの一つである。2003年にはラトビアンカップで初優勝し、2004年には同大会2連覇、2005年には3連覇を達成した。ビルスリーガーはスコント FC が14シーズン連続で優勝するなど、一強時代が続き、ベンツピルスは1997-98シーズンから8シーズン連続で2位もしくは3位と、 なったが、優勝に届かないシーズンが続いた。しかし、2005年シーズン途中に、ウクライナ人のローマン・グリゴルチュク監督を招聘すると、2006年シーズンには、ビルスリーガで、初優勝。2004年シーズンに初優勝したリエパー・ヤス、メタルルグスと共に、クルゼメ地方のクラブの台頭を印象付けた。創設10周年となった2007年シーズンには2、連覇を達成。 2007年にはバルティックリーグの第1回大会に出場し、決勝でリエパーヤスとの同国対決に敗れたものの、準優勝した。2008年の同大会では準決勝で FBK ガウナスに敗れたが、国内リーグでは2位リエパーヤスに勝ち点10、3位スコントに勝ち点11の大差をつけて3連覇を達成した。2011年のバルティックリーグ決勝も、 スコントとの同国対決となり、柴村直也の得点などで120分を終えて1から1の同点だったが、PK 戦後から6で敗れて、準優勝に終わった。2012年5月17日、セルゲイ・ポッド・パリー監督が退任して、ユルゴス・プーシン・スックスが監督に就任した。1999から2000シーズンには UEFA ・ UE インター・トットカップに初出場し、 オレレンがフォトバルを下した。2000年代には何度も UEFA カップに出場し、VFB シュットガルト、ローゼンボリビー k ブレンビー・イーフ、ニューカッスル・ユナイテッド FC などの名声あるクラブと対戦した。2004から05シーズンの予選2回戦では、ブロンビー相手に2試合とも引き分けだったが、アウェイゴールさで上回って、勝ち上がりを決めた。 2006から07シーズンの入荷する優先では、セントジェームズパークで0から0と引き分けるなど、2試合合計、0から1と接戦を演じた。2007から08シーズンには、クラブ史上初めて UEFA チャンピオンズリーグの予選に出場。ザニューセインツ FC との予選1回戦ファーストレグでは、ビッツ・リンカスが、同大会クラブ初得点を挙げ、セカンドレグでは、 ジャンポールン・ドッキーとデニス・ケイコ・ナブスの得点で同体開発勝利を挙げた。2試合合計4から4となったが、アウェイゴール数で上回ったベンツ・ピルスが勝ち上がりを決めた。予選2回戦では、イタリア人のジョバンニ・ニトラパットに監督率いるレッドブル・ザルツブルクと対戦し、2試合合合計0から7で大敗した。2008から09シーズンにも、 UEFA チャンピオンズリーグ予選に出場した。予選1回戦では、ウェールズ王者のラネリー AFC に勝利したが、予選2回戦で SK ブランに敗れた。2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、予選3回戦で FC バテ、ボリソフに勝利。予選プレイオフで FC チューリッヒに敗れ、UEFA ヨーロッパリーグのグループリーグに回ったが、 ラトビアのクラブとして初めて UEFA 主催大会のグループリーグに出場した。ヘルタベルリン、SC ヘイレンフェーン、スポルティング CP と同組となり3分3敗の再位で大会を終えた。2010から11シーズンには UEFA ヨーロッパリーグ予選に出場したが FK テテクスに敗れた。ありがとうございます。